はい、皆さんこんにちは。バカ猫シーナです。前はですね、ユニボールシグノ207号のペンをレビューしたんですが、今回はですね、ユニボールシグノの307っていうペンを、ちょっと使ってみたいと思います。YouTube でなんかこの307のカマーシャルを見てなんかすごいと思って、ちょっと、車のレーシングとかドライビングとかの盛り上がるっぽいな感じと、ちょっとまあそれ私の印象でしたけど、であのビデオで分かったのは3つのことでした。まずこのペンでは、世界初のセルロースファイバー配合みたいんです。あと特徴2個があるんですが、1個目は早書きやっても、かすれにくいっていう特徴があって、2個目は、インクだまりも起きにくいっていう特徴があるらしいんですが、私から見ると、まずちょっと見た目について話したいんですが、207と比べたら207がちょっと、クロームのパターンがあるんですね。ちょっとキラキラの、まあ、キラキラっていうかメタルみたいな感じして、で、307の方が、ちょっと地味っていうか、真っ黒ですね。高さと、広さはほとんど一緒だけどね、あんまり変わらないんです。で、あの207には、この部分がなんか透明ですから、あのインクが、いっぱいあるかなくなりそうなのか、あの簡単に見えるんですけど、307には、透明じゃないんですから、どのくらい残っているのか、中身を開けないとわからないんですね。もらったばっかりですので、すぐなくならないんでしょうね。あとはまあ、ちょっとあの前使ってみたんですけど、あんまり、前は私のすでに、シグノ207の印象は、なんかある紙では、なんかインクが出なかったりしたんですから、すでに印象が第一印象があんまり良くなかったんですけど、今まで307と書くときは、そういうことが多分1回も起こったことないんですから、今までなかなかいい印象ですね。じゃあちょっとあの早書きしても かすりにくいっていうのはですね、なんかビデオを見たらこうしてもかすりにくいっていうんですけど、まあ多分ちょっぴりだけあるんですね。多分カメラであまり見えないんですけど、まあ多分なんか 100% はないんだけど、ほとんど起こらないんです。そうですね、ちょっと落書きでごめんなさい。あとインクだまりは起きにくい、っていうのは、なんか線早く書いてもなんか止まるところはほとんどないっていうことと思いますね。あ、ごめんなさい、ここちょっとここで書いちゃって、ほとんど問題ないみたいんです。ですからなんかまあセルロースのおかげかどうかわかんないんだけど、今まで、いい文具ですから、まあ、使ってみたい人は、207から307のアップグレードしたい人は、ぜひ試してみてください。はい、そしたら、終わらせていただきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。